破天荒なキャラクターとロックスターのようなルックスで、他のドライバーとは一線を画す魅力のあった F1 チャンピオン、ジェームス・ハント。自由奔放なその言動や、ニキ・ラウダとのライバル関係は、多くのファンを魅了しました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は、1976年の F1 ワールドチャンピオン、ジェームス・ハントのレースキャリアを、様々なエピソードとともに解説していきます。このチャンネルでは、F1 やモータースポーツに関する検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。壊し屋ハントと呼ばれた若手時代。1947年、イングランドの東部、サリー州で生まれたジェームス・ハント。株式仲介人の父を持ち、裕福な家庭に生まれたハントは、子供の頃から、様々なスポーツに挑戦し、学生時代はその抜群の運動能力を生かし、テニスやスカッシュの選手として活躍していました。そんなハントのレースとの出会いは、18歳の時。テニスのダブルスでコンビを組んでいた友人と、シルバーストーンサーキットで初めて観戦したレースに衝撃を受け、その場で F1 のワールドチャンピオンになることを決心したといいます。ハントは18歳でレースを始めますが、医者の道に進んでほしいと考えていた両親は大反対。これにより家庭からの援助が得れず、ハントはレース活動資金を確保するために、必死に働いたといいます。ハントは1969年にフォーミュラフォードに出場した後、同年にはイギリス F3 に参戦。F3 をメインに、複数カテゴリに数年間参戦を続けましたが、チャンピオンにはなれず、コースでの無謀なドライビングでクラッシュが多く、壊し屋ハントと呼ばれるようになっていました。また、私生活が自由奔放で、遊び人なことで知られたハントは、二日酔いのままテストに参加し、コース脇にマシンを止めて、コクピット内で寝てしまったり、パーティーにジーンズとサンダルで現れたりと、数えきれないほどの武勇伝を持つことでも有名でした。そんなハントでしたが、一方ではデリケートな一面もあり、レース前は恐怖で気分が悪くなり、吐いてしまうこともしばしばあったといいます。そんな中、レースと遊び好きの青年貴族、アレクサンダー・ヘスケスがハントに目をつけ、ハントと共に F3 や F2 に参戦することになります。旋風を巻き起こしたヘスケスでの参戦。そして1973年、ハントはヘスケスチームからヨーロッパ F2 に参戦しますが、フランスのポーで行われたレースでマシンを壊してしまいます。するとヘスケスが、F2 も F1 もコストは大して変わらないだろう、と考え、F1 へのステップアップを決めたため、ハントはヘスケスチームと共に、73年の第6戦、モナコグランプリで F1 にデビューすることになったのです。当初、他の F1 チームの関係者からは、下位カテゴリで大した成績も上げずにステップアップしてきた、ヘスケスとハントの参戦を、金持ちの道楽だとして懐疑的な目で見ていました。実際に、私生活が派手で遊び好きのハントとヘスケスは、高級車やヘリでサーキットに現れ、レースウィークにはパーティー、結果に関係なくシャンパンを飲み、夜は女性と一夜を過ごすといったスタイルが、プレイボーイスタイルと呼ばれ、その奔放ぶりはパドックでも異彩を放っていました。しかし、ヘスケスチームは、マーチの F1 マシン、731を購入すると、後に F1 界で活躍するデザイナー、ハーベー・ポスルスウェイトと契約し、マシンに改良を加え参戦。すると、ハントがデビュー2戦目の、第8戦フランスグランプリで、6位に入り初入賞。翌戦のイギリスグランプリでは4位に入ると、第10戦オランダグランプリでは3位に入り、初表彰台を獲得。ハントとヘスケスチームの実力に懐疑的だった、周囲を黙らせる活躍を見せ、最終戦アメリカグランプリでは、最高位を更新する2位でシーズンを締めくくりました。1974年、前年旋風を巻き起こしたヘスケスチームは、新車、308を開発し、実戦に投入。ハントはこのマシンを借り、この年3度の3位表彰台を獲得。これによりランキング8位となりました。また、この年は、ノンチャンピオンシップレースとしてシルバーストーンで開催された、F1 のインターナショナルトロフィーで優勝。F1 の公式レースでの初勝利も近いと思われました。そして、翌1975年、
第8戦オランダグランプリで3番手からスタートしたハントはフェラーリのニキ・ラウダとの激しい争いを制しトップでチェッカー、自身とヘスケスチームの F1 初勝利を成し遂げました。このシーズンはこのレースの他にも2位を3回獲得しランキング4位、飛躍のシーズンとなりました。しかしオーナーであるヘスケスのポケットマネーで参戦し、スポンサーを持たないことをポリシーとしていたヘスケスチームは資金難に陥り、チーム存続が危ぶまれる事態に。これにより移籍を迫られたハントは翌シーズンのシートを求め各チームと交渉を始めることになります。ラウダとのライバル関係とチャンピオン獲得、1976年のシート獲得に向けて交渉を続けていたハントでしたが、ほとんどのチームではすでにドライバーラインナップが決定してしまっており、交渉は難航していました。そんな中、マクラーレンのエマーソン・フィッティパルディが急遽、兄が前年設立したチームコパスカー・フィッティパルディへ移籍することになったため、ハントは土壇場で空きが出たマクラーレンのシートを獲得することに成功します。そしてこの1976年はフェラーリのラウダとの後年まで語り継がれるライバル関係が話題を呼び、熾烈なタイトル争いを展開することになります。自由奔放で遊び人のハントに対して真面目で冷静沈着なラウダ、正反対の性格の二人の関係は映画ラッシュでは脚色され、若手時代は犬猿の仲として描かれていましたが、実際には元から二人は仲が良かったことで有名です。ハントは開幕戦ブラジルグランプリでいきなりポールポジションを獲得し速さをアピールしますが、決勝ではトラブルによりクラッシュ、ラウダが開幕戦を制します。ハントの初勝利となったのは第4戦スペイングランプリ。当初優勝したハントは車両規定違反で失格とされましたが、マクラーレンの抗議により後に判定が覆ったレースでした。第8戦イギリスグランプリでもハントは優勝しますが、前半戦で2勝のハントに対してラウダは第9戦までで5勝を挙げており、両者のポイント差は18。チャンピオン争いはラウダ優勢で進んでいきました。そして第10戦ドイツグランプリ、雨混じりの難しいコンディションの中ラウダが激しくクラッシュ、マシンは炎に包まれラウダは大怪我を負ってしまいます。この事故によりレースは一時中断されますが、再開後のレースでハントが優勝。その後2戦でラウダが怪我の影響で欠場している間にハントはポイント差を詰めていきます。しかし第13戦イタリアグランプリでは奇跡の復活を果たしたラウダが4位に入った一方、ハントは予選でマクラーレンのマシンに燃料の規定違反が発覚し、予選結果が抹消され、後方スタートとなった決勝でもスピンを喫するなど噛み合わず痛いノーポイント。再び厳しい局面に立たされますが、残り3戦のうち2戦を連勝しポイント差を3ポイントまで詰めて初王者に望みをつなぎ、最終戦日本グランプリを迎えました。初開催の日本グランプリの舞台となった富士スピードウェイで行われたこのレースは中止が協議されるほどの大雨に見舞われる中、レースが強行されました。チャンピオン獲得のためには4位以上が絶対条件のハントは2番手から好スタートを決めレースをリード。一方ドイツグランプリの事故以来、これまで以上にレースの危険性やリスクについて考えるようになっていたラウダは大雨のコンディションが危険だと判断し、スタートしてすぐにレースを棄権。チャンピオンを争うドライバーによるこの決断は大きな話題を呼びました。トップを快走していたハントでしたが、レース終盤タイヤの摩耗が厳しくなりピットインを強いられると、残り5周の段階でチャンピオン圏外の5位に転落。土壇場でタイトルを逃したかに思われたハントでしたが、残り3周となった71周目に2台をオーバーテイクし3位でチェッカー。ラウダの事故や危険に助けられたものの、これにより見事初のワールドチャンピオンに輝き、18歳の時の決意を現実のものにしたのです。あまりにも早すぎたレースキャリアと人生の終焉。晴れて F1 王者となったハントでしたが、1977年以降は苦難が続きました。77年は実戦投入予定だったマクラーレンの新車 M26 が熟成不足と判断され、前半戦を前年までのマシン M23 で戦うことを余儀なくされたことでライバルに遅れを取ってしまいます。
これによりシーズン初勝利は、新車が投入された後の第10戦イギリスグランプリまで待たなくてはなりませんでした。この勝利で調子を上げるかと思われたハントでしたが、イギリス以降の後半戦は、優勝を挙げた第15戦アメリカグランプリ、第17戦日本グランプリ以外で、全てリタイアに終わり、ランキングは5位に沈みました。翌1978年、状況はさらに悪化し、マクラーレンのマシン開発の遅れが続いたことで、戦闘力を失ってしまうと、1年を通して不調のシーズンを過ごすことになります。さらに、第14戦イタリアグランプリでは、スタート後の混乱で押し出された、リカルド・パトレーゼを避けたことで、ロニー・ピーターソンと接触し、多重クラッシュのきっかけを作ってしまいます。結果的にこの事故により、ピーターソンが犠牲になってしまい、ハントはパトレーゼを辛辣に批判。後に解説者になった後も、十数年にわたりパトレーゼをこき下ろし、犬猿の仲として知られることになります。踏んだり蹴ったりのハントはこの年、第9戦フランスグランプリでの3位が最高位となり、未勝利に終わると、移籍を決断。翌1979年はウルフに移籍し、シーズンを戦うことになります。しかし、戦闘力が低いウルフのマシンに失望し、モチベーションを失ったハントは、ドライバーの腕ではなく、マシンの性能に結果が左右される F1 に、興味を失ったとし、シーズン中盤に引退を表明。そのままシーズン途中でチームを離脱し、あっさりと F1 でのキャリアを終えました。その後、何度か復帰の噂が出るも、実現することはなく、現役引退後は、イギリスの BBC で F1 解説者を務め、名物実況者、マレー・ウォーカーとの掛け合いと、辛口なコメントで人気を博しました。また、引退後は、自由奔放だったハントの雰囲気も徐々におとなしくなっていき、晩年は穏やかな姿を見せていましたが、1993年、45歳の若さで、急病により他界してしまいました。ハントが倒れたのは、3度目の結婚のために、パートナーへのプロポーズを成功させた数時間後だったといいます。現代ではありえない自由奔放さと、スター性を持ち合わせていたジェームス・ハント。まさに人生を謳歌した彼の生涯は、あまりにも短いものになってしまいました。いかがだったでしょうか？今回は、1976年の F1 ワールドチャンピオン、ジェームス・ハントのレースキャリアを解説しました。このチャンネルでは、F1 やモータースポーツに関する検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。